こんにちは、旭川市クリーンセンターです。旭川市は粗大ごみの訪問収集をしており、その件数は平均して1日約400件になります。この業務には2つのミッションがあります。受付業務の効率化と収集業務の効率化です。粗大ごみの申し込み方法は平日9時から5時までの電話に限られているため、利用者は忙しい平日にしか申し込むことができません。職員はというと、年間約8万5000件の電話対応にかなりの人手がかかっていました。ここについては、キントーンを使ってクリーンセンターの職員がオンライン受付アプリを開発しており、6月から受付を開始する予定です。この RFI のテーマはもう一つのミッション、収集業務の効率化です。400件の粗大ごみ収集をこなすため、毎日平均10台の車両が走り回っています。繁忙期はおおむね14台になります。配車や収集ルートを丁寧に作成しなければとても終わりません。そのため、毎日次の日の分の作業指示書400枚を見て考えるのですが、かなりの経験値が必要で、相当の人手がかかっているほか、大量の紙の管理も大変です。毎日膨大な作業でルートを決めていらっしゃるということですね。そうですね、毎日約400件の、申し込み件数、収集件数がありますので、それをですね、1台1台の車がですね、大体1台で 4,50 件の件数、これを手作業で、並べ替えて、翌日の収集のルートを決定しているという形になります。はい、そういった状況を私も目にしまして、これなんとか DX で解決できないかなということで、次のようなことを考えました。まず市民の皆様からいただいた申し込みの状況、この収集情報をデータベース化しまして、人の手によらず自動的に収集車両の自動配車、そして車ごとの最適な収集ルートを作成して、それを運転手に対してルートナビゲーションを行えるようにできないかどうか、そして次に作業指示書、そして伝票といった収集現場における情報管理をデジタル化することです。現在紙ベースで管理していますので、これらをデータ化し、タブレット端末で閲覧入力できるようにすることでペーパーレス化をします。さらに収集のキャンセルや追加、それに応援などに柔軟に対応することで、利用者にもそして職員にも優しい効率化を進め、人口の減少や広い土地、長く厳しい冬の寒さや雪に負けない人に優しい粗大ごみ収集の旭川モデルを作ってまいりたいと思います。粗大ごみの数はどうなんですか、増えてるんですかね。はい、通常の一般家庭ごみにつきましては、この間減少を続けていますが、粗大ごみについてはこの間年々増加をしておりまして、20年前平成16年からですね、比べますと、令和4年では約2倍の、1600トンまで増えております。2倍ですか。この20年、はい、旭川の人口は約1割減っているんですが、はい、一般ごみはそれについて減っているんですけど、粗大ごみは倍になっているということですか。はい、倍になっております。はい、であればまだこれからもそうした皆さんのご苦労といいますか、はい、人がたくさんかかるという状況は避けては通れないという見通しでよろしいわけですね。はいはい、そうですね。年々人口減少に伴って、職員の高齢化も進んでおりまして、これから そのいわゆる収集に関わる人材確保、これもこれからの課題というふうに考えております。はいはい、旭川市では労働力不足などの将来の課題に対応するために、サービス向上と業務効率化を両立して進めるため、その手段として DX を進めています。このゴミ収集の現場はまさにそのような象徴的な現場となっています。今回のような DX には専門的技術的な知見をお持ちの外部のパートナーと一緒にチャレンジすることが不可欠です。データベースからアルゴリズムで最適な組み合わせやルートを作成する、そして行政と一緒になって新しい世界を作っていく、こうしたところに長けた事業者の皆様の参加をお待ちしております。